通常配信が毎週配信で2回配信の茅野さんは好きですか？ 15.5 意外と普通でしたねとか言わないでくださいよ。傷つくじゃないですか、おさださん。メディ役のリンです。どうも。あ、ほらもう今壁蹴っちゃうよ。リンちゃんの壁蹴っちゃうよ。せっかく私が楽しい回にしようと思って気合を入れてタイトルコールしたのに普通ですねってどういうことですか。わあ、闇が漏れてる。リンちゃんの闇が。いやいや、もう今日はハッピーな回にするから楽しんでいきたいと思いますけど。私台本ないよ、リンちゃん。はい、目の前にいらっしゃるの大月ママ小屋の愛さんでございますけれども、15.5 回はですね、私リンが回していくので、かやのさんは台本はいらないんです。あれ、そういうこと。何もしないでいい。ただもてなされてくれたらそれでいい。ただそこにいてくれたらそれでいい。ただ微笑んでくれたらそれでいい。イエイ。I'm so happy。 無理やりやらせてしまった。では今回やる企画発表しますよ。かやのさんお誕生日会当日スペシャルです。あ、生まれた生まれた。私が産んだ。りんちゃんから生まれたのか。私が産んだ。え、ね、私の声ですからね。愛ちゃんが愛ちゃんが生まれたということで、りんちゃんから私生まれたんだ。9月13日今回の配信日がかやのさんのお誕生日ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今回はお祝いスペシャルなので、うん、早速例のもの、太田ちゃん。太田ちゃん。よろしく。よくわかんないテンションでお届けしておりますけれども。いいね、太田ちゃんよ。さあ今サプライズケーキ的なものが今ゆっくりとスタジオに運ばれてきた。イエス、どう見てもケーキ。ケーキ？ちょっと生っぽいケーキ。いや、ケーキは生でしょうよ。ちょっと C を感じるケーキ。わあ、これは贅沢なケーキですな。あ、すごい磯の香り。こんなに海の香りがするケーキ。しかもとってもカラフルだし。はい、すごいボリュームが。ということで、なんかちょっと私の認識が間違ってたら申し訳ないんだけど、うん、スーシーってやつじゃないのこれ。シースー。逆にされた。業界人みたいな。シースー。なんか そういう系かなって。まあちょっと食べてみたら味はケーキかもしれないんで。そういうこと。あ、それどうぞ食べてくださいっていう意味で意味かしら。ええ、どうぞお召し上がりくださいませ。わかりました、茅野さん。え、じゃあいただこうかな。お好きなネタを。あれ、ネタ。お好きなネタをどうぞ言っちゃってください。あ、そうだ、先にこのどこからでも。ちょっとりんちゃん的おすすめなケーキの場所はどこなのかしら。そうですね、私はこの赤いプチプチしてるのも好きですけど。おー、このね。センターから行くっていう。あー、いわゆるこういちご部分。はいはい。じゃあいちご部分いきますか。いやー、美味しそうですね。これりんちゃん一緒に食べなくていいの。いいんですよ、私はおもてなす側なんで。え、しかもなんか醤油すごくなっちゃった。醤油。醤油だと。じゃあせっかくなんでね、はい、いただきます。うん、お、一口もぐもぐしております。かやのさんがもぐもぐしておりますよ。だって一口で言ったもん。結構大きいやつ一口で言ったもん。もう少々お待ちください皆さん。まだちょっと海苔が海苔が噛み切れないのかもしれない。シャリもちょっと大きいのかもしれない。まず飲み物が大丈夫かな、足りてるかな。おぎゃー。二度生まれました。やった、おいしい。あー、思ったよりでもね、海苔が海苔がね、うん、あ、そう、ケーキの海苔部分が、ケーキの海苔部分が、あー、最高です。おいしいですか。りんちゃんもぜひ。え、いいんですか、私も食べちゃって。嬉しい。りんちゃんのもう好きな場所をどうぞどうぞ。私はじゃあちょっと私この醤油醤油の袋を救出したい。よいしょ。
じゃあちょっとお言葉に甘えて、はい、私も ありがとうございます。優しい、ママミがすごい。かやのさんのママミが私が産んだはずなのに、りんちゃんから生まれたんだ私は。じゃ あ私はこのピンクいの行こうかな。ピンクのサイドから攻めていこうかと思います。いいですね。いやちょっとお米のね量ね気をつけて。お米多いですね。すごい。お米って言っちゃった。ちょっとスポンジ部分が、ね、スポンジ部分が。じゃあいただきます。どうぞ。うん、りんちゃんも一口で頑張っていったね。うーん、お。あ、でもね、りんちゃんのはね、うん、海苔が入ってないからね、ちょっとは頑張るはず。おいしい。よかった。とろけたよ。とろけました。うん、やった。生クリームがとろけた。ピンクの生クリーム。ピンクの生クリーム。ありがとう、マグロさん。いやー、ケーキを用意してくれてありがとうございます。もうマグロって言っちゃってる。ということで、今回はですね、うん、お寿司をご用意させていただきましたけど、いかがですか、かやのさん。なんでその頑張ってケーキって言い張ったのかが知りたいよね。サプライズケーキ的なものって書いてあるから、なんかそういう感じで言った方がいいのかなって思って。なんでケーキじゃなくて寿司にしたんですか。こんな遅い時間に甘いものはいらないっていう太田さんの。ありがとうございます。私と太田さんの胃袋は似てるんで一緒です。嬉しい。確かにクリームをね、この時間にやって頑張って、うん、あ、ちょっと夜中にケーキみたいな感じよりは、うん、指数の方が私もよりハッピーになれますね。テンション上がりますね、これは。嬉しい。指数、え、まだ食べ、ずっとマグマグしててもいいんですよ。私マグマグしてていいんですか。はい、いいですよ。やった。その間にちょっと私お飲み物もあった方がいいですよね。え、嬉しい。確かに結構喉乾いてきたですよね。うん、じゃあ太田ちゃん。太田ちゃん例のもの。あ、え、グラス出てきた。さあ、お寿司といえば、うん、うん、お寿司に合う、うん、お飲み物といえば、うん、なんでしょう。でっかい箱が出てきた。うん、木箱が、うん、え、ワクワクする。オープン。うわー、さか生まれ年ワインですか。すごい。嘘でしょ。よく見つけてきましたね、太田さん。すごい。じゃあそこごとなんか上手に取れない今。土台ごと出てきた。しっかり厳重に保護されている。うわすごい。いや、私ね、日本酒の番組ずっとやってるんだけど、うんうん、最近ワインも大好きで。あ、そうなんですね。そう、だから日本酒は結構いただくことが多かったりするから、うんうん、ワインはね、自分で買うことが多いのね。あ、え、自分でワイン買われるんですか。買う。すごい、うん、大好き。でも生まれ年とかを見つけるのって多分難しいですよね。自分のね、生まれ年のってあんま飲んだことないかも。1987年のワインはそもそも出来はどうだったのかもわからないから。うーん、出回ってるのかな。あ、私が次の紹介。うん、なんかでもわかんないんです。私そんなワインのつけるとかわかんないんですけど。全然やりましょうかと言った手前、そのまま置いたまま。怖いよ。あ、いい音だね、りんちゃん。ちょっとマイクに近いとこでも入れてほしい。でもやっぱりちょっと昔の感じがする。渋そうな色がしてる。ちょっとじゃあ次音を。次音を。次音をマイクの近くでやりますね。おお、いいですね。ドッ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 。エコーまでなんかが。いや、なんかやっぱり色味が、うん、歴史を感じる。感じますね。え、なんか普段お店で飲むのとは違います。じゃありんちゃんありがとう。いえいえ、おめでとうございます。そしてかやすきのメンバーの皆さんもありがとうございます。うん、無事にこの世に生まれて32年が経ちました。はい、おぎゃーおぎゃー。ありがとうございます。うん、
とっても複雑。うん、わあ、でも長く置いてたワインだけど意外にあれです、なんかわもっと渋ってなるかと思ったけど大丈夫です。うん、りんちゃんは普段赤ワインとか飲むの？たまに。どうもこの赤は全然詳しくはないんですが、でも私はとても飲みやすくて美味しいと思います。素晴らしい、うん、いやこんななんかね、うんうん、ね、美味しい。割とだってそんなに新しいワインじゃないのに飲みやすいってすごい。お高かったでしょ自腹ですか太田さんのプレゼントで。うわー、そして寿司屋さんの自腹です。いやー全く同じリアクションやったー、すごい愛にあふれた現場だ。よりハッピーですな。ねー、素敵。私じゃあ茅野さんにいろいろインタビューをするというミッションがあるんですが。ミッションそうなんですよ。いいよ何でも聞いて。破天荒の夏というスローガンがあったんですか？うん、そうなの。今年の夏は破天荒にするぞって言っていろいろ破天荒なことをやってきたんだ、うんうん、秋はどうされますかという何か秋のスローガンとか秋の目標があれば。秋こう、うん、秋も、うん、破天荒する破天荒攻めだ。破天荒な年末年始を迎えるための準備かな、うん、破天荒って茅野さんの中でどういうどういうイメージなんだろうなんかね、遊びたいんだよねきっと。あ、なんかいろんな我慢しないあの欲あれメディも解き放たれたじゃん、はいはいはい、お菓子好き的にはさ、うんうん、自分で選んで自分でやりたいことを見つけてなんかそれをこう選択していって、まあそれが最善かは分からないけど、うん、まあ、やらないよりやった方がいいだろうっていう精神で、うんうんうん、楽しんじゃおうみたいな感じだからまあ破天荒なるほど。だから破天荒な秋冬がやってきて、うん、年末過ごし2020年はもうオリンピックもね、うん、控えてたり、うんうん、いろんなねイベントことが多かったりするから、うーん、なんか私の中でもそういう楽しいイベントをいくつも用意しておきたいなって思ってるんだよね、うん、あ、素敵な心がけだわ。好きなんか大人、なんかちゃんと人生を自分の何思うように楽しもうとしてる。いや、わかんないじゃん、いつ何が起こるかなんて。だから割とその一日一日をハッピーってなんかそういう意味で私お酒も前回のラジオでキャップ中山の、うん、あ、話を拾えなかったわしょぼーんってしてそれをストレスに感じてたんですねみたいなくらいなんだけど、はい、なんか仕事してるとほらなんかそれ、うん、あ、そっか、もっとあできたな、こうできたなって結構反省することばっかりじゃない、うんうんうん、だからなんかそういうんじゃなくてなんかこうもっと自分を褒めてあげよう、今日一日よくやった私乾杯っていうのが大切だって最近思うようになったの。そっか、なんか褒められるって普段ないじゃんあんまり、うん、まあ、仕事してるとスタッフさんとかにあれ見てますよとか、うんうん、そういうとこ素敵ですねとかって言ってもらえたりお芝居を褒めてもらえたりすることはあるけど、なんか私自身を褒めてもらったりってことはあんまりさ、やっぱ普段こう仕事してるとその役を通してこう言葉をもらえることは多かったり、うん、お手紙をもらえることは多かったりするけど、プライベートな自分のことは自分が一番やっぱり褒めてあげないとかわいそうだなと思ってだから毎日、はい、まあ、お仕事終わって家帰って寝る前に、おなんか今日もお疲れ頑張ったって言えるお酒が飲めるのは幸せだなって思う、うん、やばい真面目に語ってる私。夏かゆみさんめっちゃ素敵恥ずかしいわ。素敵女性です。から乾杯すんだ毎日イコール毎日飲んでんだ、かわいい、かわいい毎日飲んでんだって言ってるようなもんなんだけど、いやなんかいいな。私前回と今回、うん、あのラジオでかゆみさんとお話しするの初めてじゃないですか。そうなんだよね。で思ったのはマジで癒される呪術師だった茅野さんこそが呪術師でした。なんか本当になんかその雰囲気もそうだし、うん、お声もそうだし、
ママミってさっきちょっと言いましたけど本当みんなママミって言うから、うん、包み込む包容力的なものを感じて嬉しい。そんな今までもね他の現場でもあったりしてお話しすることはあったけど、うんうん、こうやってじっくり話すのは今回初めてだもんね。はい、あとなんか何も否定しないし、なんか全部受け入れて全部いい返しをしてくださってる。私なんかもうなんかバッサリ切っちゃうんですよ。さっき私中山さんに違うからってでもなんかそれもなんかね温かみがあってね大丈夫、中山さん傷ついてない中山さん傷ついて帰ってたけど確かに今いないけどあれもう自分はって。本当なんかそういう萱野さんに癒されてる皆さんと私本当に感謝しております。生まれてきてくれてありがとう。おきゃーって思いました。ありがとう、はい、もうこんなねラジオで祝ってもらえるのもね、うん、この仕事やっててよかったなって思うよねそうですよね、うん、あんまりない機会ですね。しかも当日にねこのおかすきラジオが配信っていうのは、うん、これはね本当にミラクルだから、それもあって無事にね誕生日お祝いしてもらいました、うん、んりんちゃんありがとう。いいえとんでもないです。おめでとうメールもいろいろいただいていたみたいですよ。じゃあ皆さんもねお手紙もありがとうございましたおめでとうおめでとうみたいな感じでちょっと全然言葉が見つかない。ありがとうございます。読まないんかいでツッコミそう、ま、読まない。なんか私、まあ、でも待ってたんですけど小沢さんくれないから読まないんだなと思って、ね、時間が、ね、今日はあのお寿司を食べてワインを飲むっていうこの 15.5 回そういう回でした後でゆっくりじゃあメールは読みたいと思います。ありがとうございます、はい、ということで以上です。じゃあこの後まだまだ我々飲むかね。はい、あ、一応エンディングがねあるんですよ。え、私もう飲んで終わる気でいたわ。いいですよ、萱野さんはもう飲んでてください。かやすきラジオ 15.5 回変な感じだな。エンディングのお時間です。ということで私ゲストで参ったのですが、急遽こういうあの重要な任務を仰せつかりまして、ありがとうりんちゃん。なかなか不慣れなものでして上手にできなくて大変申し訳なかったんですが、いやいや全然不慣れなんかじゃないの。頭からもうちゃんと綺麗にもやってくれてりんちゃん段取りを大事にしていくタイプ、そう真面目なところが。 そしたらね長田さんが心ない一言で、そう傷ついたんで、もうまさかの壁を蹴ることになっ てごめんね本当にとんでもないですけれども、萱野さんの素敵な一年がここからまた始まるということで、始まっちゃうかな。始まりますよ、破天荒な破天荒な1年が破天荒イヤーにしていきましょう、うん、はい。そして、16回は来週9月18日水曜日配信、 16.5 回は9月20日金曜日配信です。原作出るね、9巻もね。ですね、皆さんぜひお手に取ってくださいね、うん、そして今晩最速の地域では第10話が放送されます。タイトルはお母さんと一緒ギルドは千客万来って招かざられるる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 どうしたのって招かれざる客ばっかかよ急にばっかかよがリンですが出てきたけど、ちょっと今伝わらなかったでしょうから皆さん公式サイトでちゃんと確認してくださいね。リンちゃんまだ日本語に不慣れなところがね。そうね、まだ10日なんでね日本に来て10日しか経ってないはい、見どころとしては、うん、アマンテさんが、いやそうだね、アマンテ、うん、しかもねアマンテの次にまたすごい強キャラ出てくるよ。そうですね、また強めのママンが強めのママンと強めのママンと強めの息子が出てきますから、そちらにもねまた演じてる方もね、はい、強いんだ強いですこの回からますます現場がこう盛り上がったというかね、賑やかでしたね。でそんなお話も次はできるかな、はい、キャストが ねまだ発表もされてないもんね、きっとね。あ、そうかもしれないですね、うん、皆さんそんなお話もできるかと思います。はい、ぜひご覧くださいませ。そして、私は次萱野さんにお会いするのはきっと10月20日のファンタジア文庫大感謝祭かな。そうだ、何やるんだろう。壁切ります。本当にわからない、言ってみただけまあでも5人で出て30分ぐらいしかないらしいのよ、どうも。30、40分、そんなじゃ貴重な時間に壁蹴ってる場合じゃない。だからみんなこう自分のキャラを立てるために何かそれぞれ特徴的なことをやってみる。短い時間でね何ができるんだろうっていう感じはするけど、うん、でもきっとこのラジオを聞いてる人には特に楽しんでもらえる内容になると思うんだよね、うんうんうん、もはや
ラジオを聞いてないとわからないみたいなことをやるのもいいかもなみたいな。確かにそうですね。どうしよう、誰も聞いてなかったら。聞いてます、みんな聞いて。聞いてない人なんかこの世に存在しないだいぶ大きく出た。乾杯乾杯、イエーイ。でもおかすきイベント私初めてなので、おかすき関連のイベントは、うん、そうだ、はい、なのでとても楽しみにしておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください ね。ドラゴン化するリンちゃん、そして壁を蹴るかもしれないリンちゃんが見れるかもしれないですね。仮装していこうかな。ハロウィンも近いし、もうそれしかないかな。ドラゴンの仮装でじゃあ行きます。本当に絶対ダメな気がするんだけど。ぜひね、一体どんなカオスなことになるのか。これでリンちゃんが本当にドラゴンの仮装して、後ろからの暗黒オーラをこう放ってて壁が用意してあったらいよいよだなって思うんですね。やばいですね。そしたらでもカエルさんにもママ子さんの衣装着てほしいので。そっか、エプロンかな、やっぱり、うん、エプロン着てちょっとこうなんか手それで拭いたりしながら。でもエプロンはいいですね。そう、 そうだよね、お母さんといえばって感じがするからね、うん、割と気軽にきっと用意もできるだろうし。ぜひエプロン姿のカヤナさんも。お玉がマイクみたいなのね、やりたいよね。お玉マイクはダメなの。お母さんボケだねそれは、うん、はい皆さん、あ間違えちゃったみたいな。かわいい。絶対ダメでしょ。超かわいい。昭和のノリが半端ない。そういうのもぜひやりたいと思います。いろいろね、夢は広がるね。うん、じゃあもうお寿司が乾いちゃうから食べよう食べよう食べよう。はい、一旦この番組は終わりたいと思います。それではまわわーい。これ長田さん間違えてます。まそれではまま、ね、っていうの。